ヒカゲタケ族は、胞子が黒い、不正性の腹竹木の族の一つ。ヒカゲタケ族の大半は、草食動物の糞に生育し、約100種ある、ヒカゲタケ族に属する種の一、十が幻覚性の成分白紙瓶を含有する。パニオラスとは、ギリシャ語で、不入りであり、キノコのヒダのまだら模様のことを示す。大半が、糞や草原に生息する種であり、一部の種は、 欧州や北米にごく当たり前に生息する。日陰タケ族のキノコは、ナヨタケ族のものと間違うことがあるが、後者は木材やリグニンの豊富な土壌で成長し、柄が脆い。ヒダは黒や灰色の斑点や小さな斑点があることが多く、濁っている。原因は、ヒダの表面で小さく、繁盛に黒い胞子が熟しているためである。別の斑点は、 異なる時期に暗い色となる。胞子は滑らかである。密接な禁煙関係にある姫芝二バ族パニリナとは、反転のついたヒダの特徴が共通するが、こちらでは黒茶である。この族は、ヒカゲタケ族として扱われることもある。胞子は滑らか、あるいは素面で、発芽子を持ち、姫芝二バヘパニオラスフェニゾキーを除き黒い胞子紋を作る。ヒカゲタケ族のキノコは、 食用ではないが、一部は幻覚剤に用いられる。13種が幻覚成分の白シビンを含有し、藍染日陰竹ヘパニオラスサイオネッセンズや、千本採用ガサッパニオラスシンクチュラスなどがそうである。この属の幻覚性の青変する一部は、時に藍染日陰竹属コープレンディアに分離される。また多くの種が、まだ同定されていない。 抗生神成物質を含有することが知られている。この属のすべての種がセロトニンを含有する。すべてではないが、以下のような種がある。ありがとうございます。